集まれ動物の森、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、今日は釣り大会ということで、ジャスティンが来てんだね。まあそうか、釣りだもんな。虫取り大会とかもあんのかな？ないよね。釣り大会はイメージあるんだけど、で、釣り大会でどういうことをするのか全然覚えてないんだけど、なんだっけ、でかいやつ釣ればいいんだっけ。皆さんおはようございます。ただいまのマタカスカル島の時刻は2020年4月11日土曜日の、午前9時58分です。はい、本日はなんとマタカスカル島で初めての釣り大会が開催されております。開催は、開催時間は夕方6時まで。ああ、そうなんだ。受付は広場前テントとなっておりますので、どなたもご参加くださいね。では、本日も楽しい一日になりますように。なんか、朝の情報番組みたいな、ジップみたいな、来そうな感じだったけど。家の前汚いな。シェリー、誕生日プレゼント嬉しかったよ。わざわざ選んでくれたってことは、一緒にいないときもうちのことを考えてくれたってことだろ。かあ、その気持ちがありがたいね。えどっこだね。俺に渡したいもんがあるんだ。受け取ってくれるかい、シェリー。エネルギッシュなミネー。エネルギッシュかな。母、舞い落ちた桜ひとひら髪飾る。花のダンスに心も踊る。花粉も待ってます。なんでこのさ、動物の森の母はポエミーなんだろうな。開ける。母のティッシュケース、母のティッシュケース。あー、パッチワークっていうか作ってるんだ。開ける。腕カバー付きつなぎ。あー、アームカバーがついてんのか。いいかな、これで。よし。とりあえず、概要だけ聞いとくか、先に。ウェイウェイ、久しぶりじゃん。イケてる魚コレクターのジャスティンだ。せ、今日一時マツアカスカル島の釣り大会のホストをやらせてもらうからよろしく。てか釣り大会ただいま開催中だよ。午後6時まで受け付けてるからガンガン参加してくれよな。釣り大会のルールは簡単。制限時間3分以内にできるだけたくさんの魚を釣ってね。3分、釣った魚の数に応じてポイントがもらえるよ。ポイントを貯めたら俺がプロデュースした魚グッズと交換できるからガンガンチャレンジしてくれよな。ちなみに釣った魚はそのテントの下のクーラーボックスに入るシステムになってるからね。つまり釣り竿1本あれば、もちろんものの空きとか気にすることなくいつでも参加できるってことさ。じゃあ早速だけど釣り大会に参加しちゃう。ちょっと待って、待って、これだけ先にやらせてもらってもよろしいでしょうか。すいません。よし、そうか、竿だけあればいいんだ。こんなん持ってたっけ。人工衛星って人工衛星だよね。ちょっと待って、見させてくれ。あ、これか。ああ、風子ちゃんにもらったっけ。よし、じゃあ釣り竿だけ持って、何も入っていない参加しようか。今日初めての人は参加費無料。ポイント交換して。ポイント交換って何。10ポイント以上で景品の交換。あー、ポイントとかあるんだ。
大会に参加する。うん、3分測るから魚がたくさん釣り上げてくれよ。3匹以上釣れたらボーナスポイントが出る。あ、やばい、初手逃がした。焦るな、こういうの。続き。でも何がどうじゃないんだよな。今回数だから正直雑魚みたいな魚でもいい。虫の方が多いな。来い、何でもいい、何でもいい、早く食いつけ、早く食いつけ。軽い。おいかは？あ、ネオンテトラ。初めて釣ったんじゃないの？寄贈し、うわお。激戦区だね。食いつけ、早く早く。早く。よしよし。ん？ブルーギル。ブルーギルも初めてじゃない？魚魚、魚影は？魚影がないぞ、魚影がないぞ。おい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 、拾ってる場合じゃないよ。ポイントね。え、ちょ、全然いないんだけど。いないぞ。そんなことある？本当にいない。絶望なんですけど。こっちも気になる。なんかいる。タマムシみたいなのがいた。よいしょ。石台。タマムシみたいなやつ残ってないかな。後で欲しい。来い来い来い、早く。あと30秒しかない。イカでもいい、なんでもいい。ピコピコうるさい。いたいた。最後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 、頼む。ちょっとずれてるか。ダメか。ちょい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 。ああ、ダメだ。あ、5匹だから5ポイントとかかな。普通に釣りを。し始めてしまってるけど。来い。よしよし。で、ジャスティン。ウェイウェイ、お疲れ様。魚たくさん釣れたかな。君のチャレンジに釣った魚は。天童の下のクーラーボックスに入ってるから、後で確認してくれよな。あ、もちろんいらないなら、俺が全部買い取るから教えてね。まあ、とにかく、先に君が参加したチャレンジの結果を確認しちゃうね。クーラーボックスに入った魚の数は全部で5匹。あ、3匹以上だからボーナスがもらえるね。おめでとう、7ポイント獲得だよ。ウェイ、上がる。ちなみに獲得したポイントは、勝手に君の手持ちポイントとして溜まっていくシステム。ポイントが溜まってたら、豪華魚グッズと交換できるし、また確認してくれよな。ん？なんか来てる。ちょっと待って。違う。どこだ？どこに？いた。みんな似たようなところでやるんだもんな。
ルーケ。おい、お魚ちゃん。あたに釣れちゃいなよ、敵。いや、この池で、そんだけまとまんのはどうだろうか。って思うけどね、正直。うん、とりあえず売ろうかな。買い取って。まあこの辺の魚とかはいいかな。決定。オッケー。どうしようかな。水槽何本か買っとこうかな。400ベリーね。オッケー。すごい水槽。3本ぐらい買っとくか。よし、ありがとうございました。どうもね。しょぼい方から先に、あ、違う、しょぼい方から先にっていうか、しょぼい方しかないのか。あ、釣り竿持ってるよね。しょぼ竿、しょぼ竿、釣り竿か。まあ、しょぼいのから使っていくか。うん、全部買い取って。君のクーラーボックスの魚は5匹、種類はと全部で、あ、本当に全部売る。結構な代金になるね。大会に参加、連続で何回もできるんだ。あ、いいよ別に。500ベルぐらい、9000いくら入ったし。うん、3匹以上でボーナスなんだな。違う、 R1 押すんじゃない、1じゃないな。 R1 って完全にプレステの考え方だな。早く来い、早く来い。何でもいい、何でもいい。よしよし、次次次。お、大きいね。鈴木だろ。鈴木かヒラメか。あ、っていうかネオンテトラ売るんじゃなかったな。しまった。お、よし、よしよし。うそ。めっちゃ邪魔なんだけど。あのさ、この釣り大会中は出ないようにとか調整してくれないの。妨害なんですけど。いやいやいや、ダメでしょ。こい。これでも最悪卵サイズだなこれ。よしよし、魚ならいい。っていうか魚以外が釣れんのは本当に鬱陶しいな。向いたのに、完全にさっきの俺が悪かったな。卵っぽい、いやヒラメかな。
続きか。まあいいや、魚ならいい、卵じゃなければいい。卵率下がってはいるんだけど、それでも高いな。めちゃくちゃ鬱陶しいな。迷惑だよ。もうイースターが忌むべき習慣になってきてるな。やばい、時間が。また5匹か。一人でやったらこんなもんだよな。なんかマルチでやるとそれでボーナスがあるとかね、いう話も聞いたんだけど。この辺、あ、違う違う違う、ここら辺。よし、ゲイ。で、マイレージがなんだって？違う。釣り強化、釣りだけのやつにしてほしいな。なんか釣り大会の日は。まあでもいろいろ楽しむことが大事みたい。あ。うん。5匹。うん、7ポイント獲得。で、10ポイント超えたんだけど。うん。違う違う違う。まあ、ちょくちょくあるしな、釣り大会は。全部買い取って。タイがいるから結構高いんじゃないかな。大体タイの代金だな、これ。うん。景品のこと。ちょっと。他のこと。大会に参加してくれた人へのサービスで。ああ、さっき売っちゃったよ、もう。言えよ。ポイント交換して。君のポイントは14ポイントだね。OK。10ポイント使って商品と交換するぜ。傘。俺がプロデュースした魚グッズ、魚の傘をプレゼント。釣り大会は午後6時までチャレンジできるからね。ガンガン参加してポイントを貯めてね。持つ。あ、かわいい。かわいいけどさ、結局なんか持ったら外すからな。そこがちょっとあれなんだよね。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。